こんにちは、パス側でビットスの白木アマゾン大輔です。今日はですね、クロスグリップパスなんですけど、基本のやり方と最近私がよく使っている方法を紹介していきます。相手が、クロスグリップパスどういう状態か、最初こうシットガード座ってる状態で、体格のズボンとか持つんですよ。で、持ったら襟持ってちょっと体重かける勢いとハンドル返しの動きを使って、相手を抑え込むっていうのが基本的なセットアップになってきます。で、例えばこういう動きで相手がもう一回こう座ってる状態で、このままハンドルでこうやっていくっていうのが一つなんですけど、例えば相手がこの流れから一番こうやりやすいのはこれと、上抜きもつなげてもいいんですね。引くのと上抜きをつなげるっていうのもかなり有効ですね。ただ上抜きの時に必ず、相手は座っているので肘部分を、床につけるようにして、でこの流れから瞬間的に体を持ってきて、抑えるっていうふうに考えるんですね。じゃあ例えば今のクロスグリップすると、大体おおよそ一番多い防御っていうのは足を回して肩に戻してくるって言います。じゃあどういうことかっていうと、このまま流れてきたんだけど、この足でこうやって置いてくるんですよ。で、大体これ柔術しっかりやってる人っていうのは、大体こういうボールになってます。そしたら一旦この右の襟をリリースしていただいて、こちら下から原骨で持ちで押し上げたら足をついで右足で顔を踏みます。これは何でかというと、この状態になると相手グッと起き上がってきてしまうので、これちょっと嫌なんですよ。なのでトレアドルとの決定的な違いは、足にこう傾いているので状態が起こしやすいんですね。なのでこの場合クロスグリップで切り込んだら足で起きないように頭に、でこのままだとあまり良くないので一旦手を外して肩を押さえたら上抜きして外して押さえ直すようにします。もう一回やると、この状態から1に流れた肩、これを外してパンチ、ずらして乗せる、この足を外して肩上抜きして押さえ直すっていう動きが有効になる。じゃあ最近私がやってるクロスグリップの入り方っていうのは結構あって、例えば相手が片袖でこうやって行こうとして、こういうこっち側のガードパスを防御して、そしたらこっちっていうのはこうやってこうなりますよね。こうこっち襟持ってこっちでズボン持ってる状態なので、そしたらこのまま相手はこういうこういうテンションかかってるので、このまま一旦こっちに傾けておいて、こっちのズボンを持ちます。で、こっち持ったら、ちょっとお尻を外します。外すのと、上抜きを外すと、今こっち反対側にクロスグリップを持ます。例えば、この足が強い場合でしたら、相手が片襟持っていても、ここでこうやって外してもいいんですけど、このまま、腰を外します。外すのと、こっち側に上抜きをしながらクロスグリップパス、このまま押さえるようにするとかなり押さえ込みやすくなります。なので、得意なクロスニーの、逆サイドの技という感じで覚えておくと使いやすいので、クロスグリップパス自体はこの、キッズでもかなり使いやすい動きになるので、最初もこれで、道場でやって、これでまず回すように動いて、それに上抜きをつなげる、実際の上抜きの基本の動きってやっぱこういう動きになるので、上抜きがしっかりできないと最初できなくて、そこからじゃあ足回ししてきたら持ってパンチで、クロスニーをから合わせるときは傾けてこっち持っていくっていう感じにすると、システムがしっかりできてきますので、よろしければお近くの道場でお試しください。いつもこのチャンネルご視聴ありがとうございます。よろしければチャンネル登録といいねもお願いします。ありがとうございました。